はいどうもネクロフです。前回の続きからやっていきましょう。前回はなんとねゼルダがなんかやらかしたらしいんで、まあそれをまあ救うのがリンクなんでね、リンクというか勇者の務めなんで、とりあえずなんか見張り番がそろそろ来るらしいんですけど、あやばい、ああもう来ちゃったよせっかちなやつら。ここがどこで何が起こったのか、これで分かっただろう。約束だからな、元にいた場所に逃がしてやるよ。だけど本当に戻っていいのかな。何か大切なもの忘れてないかな。助けたい。なんならこのミドナが手伝ってやってもいいんだぞ。ただしお前がしもべとして私の言うことを何でも聞くって言うならな。まあ戻ってゆっくり考えな。あ、そうそう、言い忘れただけど、無事に影の領域から抜け出してもお前の姿、その姿は元には戻らないのさ。さてそれはなぜでしょう。またな。クソ、倒れるのがミドナしかいないことを、いいことに何でも勝って好き勝手しやがって、クソ野郎。お、何よ。ねえ、で結局これからどうすんの。私がいなくなったと思った？あのさ、もう一つ言い忘れてたけど、助けに行こうとしたって無駄だぞ。すでに橋の向こうは影の領域。お前が影の魔物に引きずり込まれたように、あの先に行きたければ私みたいな影の者の協力が必要なんだ。だから結局お前は私の言うことを聞くしかないのさ。あとはお前の態度次第。口先だけじゃ信用ならないからな。私はね、今、自分に似合う、剣と盾が欲しいんだ。この意味わかるよな。どうする、こうしてる間にも狩りの領域はどんどん広がってるんだぞ。ほらほら急げ急げ。盾と剣か、でも剣は持ってるよな僕とかね。あでも取られたっけ。なんか橋の向こうは狩りの領域らしいんで、じゃあ村に戻んのかな。でもなんか僕とはあるけど取られたかな。でも子供が持ってる可能性もあるからと思ったら、なんかおる。あーこいつ倒されるのが一発じゃ。おらおら、オッケー、あ倒せますね普通に。盾か、とりあえず村でも話聞いてもらえるかな。よしよし。でこ自分の家にはもう当然戻れないよね。これではしご登れたら強いんですけど、当然戻れないんで、じゃあこっち村に入ると思ったら、待って誰話せ、えリスさん、悪いやつやっつけてくれてありがとう。あいつら森もな村もめちゃくちゃにした。村の子供たちもさらわれた。分かってる、君は悪いやつじゃない。君はトワルの木の匂いがするから、もし困ったことがあれば動物たちと話してみて。僕たち動物には分かるから大丈夫。動物と話せんのか。あ、おっさんや。はあ、えらいことになっちまった。子供たち、生きててくれよ。頼りないパパを許しておくれ。あーでも獣の状態で言ったらどうせオラーとか言われそうやから、ちょっとどうしますか。あ、ニワトリさんや、話そう。ん、新入りか。俺のとこに挨拶に来るとはよく分かってるじゃねえか。この村について知りたければ聞かせてやってもいいぜ。教えて、別に。なんでお前もカタカナやね。教えて。
ここはよ、普段はのんきな村なんだが、昼間にちょっと事件があってな。何？化け物が村を襲ってガキをさらっていったのさ。お前も化け物みたいなもんだからな。村をうろつくなら村人に見つからないよう気をつけな。ああ、なるほど。ああ、もうこれはいいよ。村人あそこにおるから、ちょっとあれにバレたらあかんから、どないしましょう。こっち側から回ってみる？なんか、でも動物といっぱい話さないといけないんですよ。こっちは端っこ登られへんやろ？うわっ、人おる。何？お、盾。これは声がでかい。盾知ってんの？教えて。聞く。例のものを取りに来たぞ。ちっちゃ、あ、もっと近づいて、あ、この茂みに隠れて聞く。で、あの盾はまだお前の家にあるんだな。あ、上の物置にあるはずだ。そうか、じゃあすぐに取ってきてくれ。あとはわしが怪我したモイの代わりに子供たちを探しに行く。剣を持ったあのモイがやられたんだ。そんなも、あ、あん、え、そんな丸腰じゃやられちゃうよ。大丈夫、じゃあまだモイの家に献上品の剣が置いてあるはず。そうか、分かった。村長、じゃあ急いで取ってくるか。ま、バケモノちゃん逃げるぞ。この家にあるってこと？いい話が聞けたじゃないか。マヌキのやつらばっか。あそこから行くんかな。さて、あ、なんかおるから、やばいな。どっから行こうかな。じゃあ多分あのおっさんがなんかね関係してくると思うんですよね。だからおっさんにバレへんように、そ、外回りを回っていって、どうしましょう。あ、バレた。おい、今なんかすごいことになってたぞ。またわしらを襲いに来たのか。娘を返せ。これでも食らえ。まずい。タカさんかわしさんかどっちか来る。お前素手で掴んだらてやばいって。それやばい。戦え。待って。とりあえず様子を見て、あ、帰っていった。とりあえず離れとこ。あ、猫ちゃん、お前は、お前どこに顔突っ込んでんのや。ねえ、あ、鷹なんや。襲われちゃったの。あいつには歯が立たないよね。ごめんね、あの鷹呼んだ飼い主、人も動物も 見る目なくって、懲らしめるなら後ろから脅かしちゃうのはどうかにゃ。後ろから、あ、こっちから出ても、上に登るにはこのツタから登る必要があるから、ツタってこれじゃ登られへんような、当然。じゃあどっかからジャンピングボンバー、なんか出た。あ、喋るかよ。あ、ミドナーも来てる。ミドナーさん、よし、ここから屋根に上がってあのおっさんを驚かせようぜ。高みの見物、決め込みやがって、今に見てろよ。ミドナーですね。おっけおっけ、これで後ろからこっちに乗って、おら、うわあ、どこ行った？キュート。俺キュート。あ、キュートで、こっちからこっちか。あ、でこの家の中入るんか。お、来たで。お、あったあった、あれか。なんで？あ、登れた。これやる気は。おオッケーオッケーオッケー、落とした。トワルの盾を手に入れた。絶対入れて構えて身を守る。炎に焼かれると燃えてなくなる。あー、やっぱね、それは当然ですけど、なんか S っぽいな。まあいっか。あー、まあいいや。今度は剣だ、早く手に入れろよ。モイの家って言ってたよな。モイって誰？まずモイって誰？なんだ今の物音は。まさか子供たちが戻ってきたんじゃ。俺はもう一度この周りを回ってくる。お前は家に入ってなさい。ハイラルの献上を、ソファーの上に出しておいたから、村長がキラー渡してくれ。え、この家のどっかに剣があんねんな。ソファーの上か。でもあなたそんな体で。くそー、いい奥さん持ちやがって。くそ、誰が。でもあの家に入るにはどうないしたらいいのかな。こっこ話して。
ここはよ、普段、あ、さっき聞いたわ。あそこに絵に入りたいんやけど、なんか俺もういい。これがもういいやな、多分。あ、喋る、何？誰？カエル？ガキどもがいたずらして、そこら中にいろいろ埋めてたから、Y で掘る。あ、あ、オッケーオッケー。おー、めっちゃ掘れる。こっちは？誰？あ、人間にとっちゃ何もない田舎村でも俺たちにからすればパラダイスよ。お前も村の村ん中を 見渡してみな、キラ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 輝いてる角うわな掘るルピー、やっぱルピーか。金埋めてんねんな、子供たち。ハートか。あ、コッコちゃん。あら、満月の夜に狼だなんて素敵。その正体は今村にいない誰か。なんちゃって。あなたいいわ。センスを鋭い、なんとかふかふかなんとか。センス？滑った。掘れるものばっかで、特になんか、ねえ、ないんですけれども。え、なに？え、潜った。え、なに？あ、家の中入ったな。来た。お、すげえ。待ってね。これで、こうやって。4人家族。あ、さっき剣持ってんのもいいやろ。ね、左側、美人奥さん。で、子供1人妊娠中やから、これ生まれたらっていう理想の、なんていうの？あれですね。あ、あるじゃないか。取る。トアルの剣を手に入れたハイラルじゃない、トアル村一の剣士モイが用意したハイラル王家への献上品。献上品使う。よし、これで武器が揃ったな。お前やればできるじゃないか。褒められちゃった。さて、寄り道はおしまいだ。影の領域に連れてってやるよ。お前がそんな姿に変わっちまったあの森にもう一度な、も戻りな。じゃあ森に戻りましょうか。ん、なんや。お待ちなさい。誰？我が泉へ。誰？美人なお姉さんか。あなたのその姿、影の力によるもの。私はこの、わお、危ない、影のものが来る。影のものが来たよ。戦闘、おお、ほら、A でアタック。おら、噛みつけ。おら。余裕やん。全然綺麗なお姉さんちゃうやん。ナオシカみたいなやつやん。勇猛なる若者よ。私は神々の命によりハイラルを守るし、光の四精霊の一人ラトアーヌ。あなたが倒したあの黒き魔物は、我ら光の精霊の持つ力を狙う影の者たち。すでにハイラルの光は精霊、サイラルの光の精霊たちはあの影の魔物によって光を奪われ、その者たちが守るし地は黄昏の刻印が覆う影の領域になり果ててしまいました。じゃああいつらが弱いから影の領域になったってこと？もっと鍛えとけよ。
このままではハイラルだけでなく光の世界は全て影の支配する王の手に落ちてしまうでしょう。この光の世界を影の王の手から救うには失われた光を取り戻すしかありません。それは影の領域に囚われている3人の光の精霊たちをよみがえらせることを意味します。そしてそれができるのはあなただけです。あなたはまだ気づいていないのです。自分の持つ本当の力に。影の領域に触れた者は元の姿に戻ることはできません。しかしあなたは獣に変えたフィローネの森に赴き光の精霊をよみがえらせることができたなら、その姿は光の精霊の持つ力によって元に戻るでしょう。なんか重い話を聞かされましたな。でもとりあえず、え、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、みんな見て、ほら影、影よ影、ほらミドナさんの影がある。背中には乗ってないのに影は、ミドナさんの影がある背中に乗ってる。ほら現実には、現実っていうかこれには乗ってないように見えるけど実は乗ってるんや。おーすげえ、おーすげえ、初めて気づいた、すげえな。でなんかとりあえずなんか森、フィローネの森の精霊を蘇らせたらお前の姿元戻るよみたいに言われたんで、とりあえず光を取り戻すしか方法はないみたいですね。じゃあこの奥行くか。ほら見てみろよ、お前の知ってるフィローネの森はご覧の通りすっかり影の領域さ。もう戻ってこれないかもしれないけどそれでも行くんだな。もちろん。何やってんねんお前。これがお前の世界で使ってる武器か。これで奴らが本当に倒せるのかね。牙向いてる。悪いけどこれいらないからお前が使いな、とか言いながら、あれリンクのためにわざわざこんなね、あ、集めさせたんちゃうの。あ、消えた。まあとにかく約束は約束だからな、信用して手伝ってやるよ。その代わりお前にはあるものを集めてもらうからな。何、今は教えないけど簡単なことだよ。ほらそれより聞こえないか、光を奪われた精霊の嘆き声が。さて一体どこにいるのでしょう。早く探しに行かないとお前の世界がどうなっても知らないぞ。ほら休んでないと、休んでないでとっとと進め。うわー、なんかもう影の領域ですな。なんかもう空がおかしいよな、ま、なんかめっちゃ空が光ってると思ったら何、あー閉じ込められた。戦闘かなこれは。ああまた囲まれた。たく随分舐められたもんだよ。こんな雑魚いちいち相手に知られないや。なあこれぐらい自分でなんとかできるだろ。じゃあ頼んだぞ。またな。ちょ待って待って、こういうのはこういうのはこうやってリーチが長い回転切り、回転切りっていうか回転アタック、オッケー。生き返るやん、どういうことや。
なになに、また倒さなあかんの。おら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 、はい。え、また復活。あ、じゃあ同時に倒さなあかんってことか。何、何、たく何ちんたらやってんだ。あいつらは最後の一匹だけ残すと雄たけびを上げて仲間を生き返らせておうとするのさ。ほら手伝ってやるから、私の言う通りに動きなよ。 B を押している間影の結界を張ってやるから、みんなまとめて閉じ込めて離すんだ。 B で何、おお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 、 OK。 あ、結局、あ、一人残してあかんのか。でこうやって B 長押しで溜めて、こいつら全員入れて、おお、強い強い強い、全員ワンパンやん。さっきのやつやったら2回ね、バシッて与えなあかんかったけど、すごいね。いい感じいい感じ。新しい技ゲットしたな。ほら、すげえすげえすげえ。あ、これは精霊の泉じゃないのか。あ、なんかあるよ。なんか、なんか幽霊の魂みたいなのがありますけど、気をつけて。この森は変わってしまった。黄昏の刻印が覆う影の領域、トワイライトに。光の世界の人々は魂となり、影の者たちや魔物どもが救う場所。私は光の精霊、青き目の獣よ。我が光を探して、影の魔物に奪われた光をこの器に。光の器を手に入れた。光の雫を入れるための大切な器。この器が光の雫で満たされれば、トワイライトの世界を、晴らし、この場所を元の光があふれる世界に戻せる。光の雫にまとりつく影の虫の姿はセンスで見ることができる。影の領域トワイライトの中では、影の虫は人と同じように姿は見えない。私に残された力で影の虫へと変わった我が光のありかのありかを示しましょう。あ、こんななんかチカチカ光ってんのがあれか、影の雫、じゃあ光の雫か。影の虫を探して。影の虫は砕け散った我が光に、魔が取り付いた姿。あ、そうなんだ。なんか変な、あ、下のミニマップの、あ、ちょっと